材料5つ、ポリ袋で超簡単。豆腐でカロリーと脂質オフ。え、豆腐？これで外はサクッと、中はふんわりなダブルチョコスコーン作っていくよ。チョコレートは混ぜ込み用 30g とトッピング用 20g に分けるよ。さらに細かく割ってね。ポリ袋にホットケーキミックスとココアパウダーを入れて振り混ぜるよ。ポリ袋は破れにくい厚手のものを使ってね。豆腐は軽く水を切ってから入れるよ。油を入れてもみもみして混ぜてね。バターと牛乳の代わりに豆腐と少しの油で、外はサクッと、中はふわっと仕上がるよ。粉っぽさがなくなったら OK。 生地がまとまってきたら、混ぜ込み用のチョコを入れて混ぜてひとまとめにしてね。12センチ台の平たい丸型に伸ばして、袋の上から8等分にカットするよ。これで後片付けも楽ちん。アルミホイルを敷いた天板に並べて、トッピング用のチョコレートを埋め込むよ。トースターで加熱ゴーゴー。こんがり焼けたら、ダブルチョコスコーンの完成。粗熱が取れるまで、このまま天板の上で冷ましてね。焼きたてすぐよりもサクッと感が増して美味しいよ。そろそろ食べ頃かな。はい、できたよ。いただきます。外はザク、中はふんわりしてて、うまー。豆腐どこ行った？豆腐感ゼロだよね。ほろ苦ココア生地にとろんとなったチョコが合うね。普段のおやつにぴったりな簡単レシピ、よかったら作ってみてね。この動画が良かったなって思ってくれた方は、グッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それでは、バイバーイ。